そして早速ですがじゃあこういう形ですがまずはこんな感じでいいですかそうですでこう抱えて抱えてそこの首もう足が気持ちいいネッシーの首のようなところに頭を置いてここに頭を置いちゃうもうこれはこの手足から力が抜けますね気持ちいい 枕の下敷きになってる腕が痛くないでしょ全然、はい、足下敷きになってる腕が痛くないでしょ全然枕の下敷きになってる太ももも、はい、血が止まったりとかね、はいうん、しないでしょしないですねむしろ空間があるように感じるぐらい、うん、軽くフィットしてくれるんですね、はい、この不思議な形が体のラインに沿って、はいええ、ほぼ体と密着して。<laughs> なるほど今まで抱き枕いいよいいよって聞いたことあったんですが、うん、実際には使ったことなかったんですよ、うん、でもあちょっとこれ私後ろ側向いてみてもいいですよこれねちょっとどうなってます、はい、後ろ姿これねあのすこう,こう、ね、なんて言えばいいんですかねこう、はい、腰がねじれてなくて楽にまっすぐねまっすーぐね、ええ、まっすぐこう背骨がなってるというか背筋がまっすぐになってるので非常にこう 寝苦しくないすごい横ね横向きと寝姿勢がすごく取りやすいんですよよくそういびきかえちゃう人とか横に寝たらいいよってよく言われてるってね聞いたことありませんこっち向いたりちいたり。そうなんですそうするとこうやってそうなんですでそうだからねちょっと伸びる生地なので多少身長のある方はそうやって今みたいに伸ばして使ってもいいですし寝てる間にこうなんかこう体重移動こういうふうにしていただいてもものすごくトロン という感じでついてきてくれますし、はい、ちょっとね寝相悪い方はこういうふうにしていただいてもわ、はい、かります。ちょっとね寝相悪い方はこういうふうにしていただいてもわ、はい、かります。この方とこの方、平行になってますよね。平行なってます。背骨もこう本当にマットレスに対して平行になると。 本当にね大きな丸太を抱えてどんと横倒しになったみたいによくフットピロー使ってて蹴飛ばしちゃって、はい、ああもうフットピローこうやって自分のところに寄せるようなこと今足突っ込んでたらもうフットピローがどっか行っちゃったってことないですよね。<laughs> あもう究極のいい癒しという気持ちいいけど見た目が面白いですね <はい S 1> こうなんか食べられちゃってる感じでカラコみたいなそれ等も残りわずかになっておりますかわいい,や可愛いですね本当 <laughs> パクってなん,なんかねあの程よい重さと暖かさがあるので,でなんか癒しなんですよねはいはいあの保温力がたっぷりのは あのでで今寒いすから受験生なんかもそうだと思いますけど足元とお尻の下ちょっと冷える椅子使ってるわなんていう方はこういう使い方もよろしいかと思いますやっぱり冷えは足元からきますから足元しっかりね冷え対策していただくとぬくぬくとあったかさを感じていただけるのではないかなとも非常に贅沢でこうやって使わないす気持ちいいそうなんです気持ちいいこうやって使わないと思いますけどって言おうと思ったんですけど こういう感じでもいいんですよねこれね床に置いて使っていただいてもいいですよソファーに置くとはいお子様とかもやっぱりエコテックス認証も取っておりますので一緒にお昼寝添い寝していただくのもいいと思いますあのこれねカーリーだと引っかからないのって思われる方もいらっしゃると思うんですが気持ちいいですよねねついついずっと触っていたくなるようなそんな肌心地のような